今回3回目です。前来たのが、6年前で、今回、6年ぶりに訪問したんですけれども、6年間でまたさらに町が発展しているなというふうに実感しました。今回ですね、その菊の花の種類の多さ、これに驚きましたね。7色の花、菊があったりとか、いろんなその形の菊が栽培されていて、それがすごく見事に展示をされていて、これは日本にも菊たくさんあって綺麗なんですけれども、どちらかというと日本の菊は同じような菊の形が多いんですけれども、ここまでいろんな菊をですね、育てられているというこの開封師のですね、技術の高さに驚きました。例えば今回も菊祭り素晴らしかったんですけれども、そういった情報を戸田市の市民の皆さんにご紹介をさせていただいて、少しでも多くの市民の皆さんがこの開封市の菊祭りに参加していただければなというふうに思いますし、これまでも毎年のように青少年の友好交流ということでホームステイをずっとやってきましたし、またスポーツの交流も開封市の青少年と戸田市の青少年がチームになって卓球の大会に出るというような、そういったことにもですね、これまで取り組んできたので、こういったことをしっかり継続をしていって、またさらにね、